はい、今ですね、炭火焼肉のハンバーグで有名なね、サワヤができてます。静岡県で有名なね、ハンバーグチェーンなんですけど、他県には出てないんですけどね、今来てるところです。久々です、1年ぶりぐらいかな。で、今炭火焼肉のげんこつハンバーグを買いました。げんこつハンバーグってどういったものかっていう、げんこつ握り拳みたいなの大きさのことでございます。で、頼んだのがシャセットなんですけど、げんこつハンバーグということで、デミグラスソースを選びまして、ご飯でスープ、あとはこちらのね、巨峰カルピスのことを頼んで、全部で1200円ぐらいです。まあ結構安いわけですけどね。まあこれからいただきます。よろしくお願いします。お願いします。まあ結構ね、こっち来た時は食べてみたいと思います。